川城スキー場の雪花火はコロナ禍で多くの花火大会が中止となる中、ゲレンデで花火を楽しんでもらおうと昨シーズンから行われています。ゲレンデでは多くのスキーヤーたちが幻想的な花火を堪能していました。最近ね、なんか中止ばっかでなかなか見れなかったので、スキー滑れて、ね、花火も見れてよかったです。またスキー場ではスキー客たちおよそ150人による松明滑走も行われゲレンデを彩りました。この稲月雪花火はスキーシーズン中毎週土曜日を中心に午後6時半から行われます。